HQ。 全国のワルが集まるこの高校を一つにまとめた総番長と呼ばれる男が行方不明になった。無法地帯へと戻った学校に総番長の弟と名乗る一人の転校生がやってきた。で、総番長の弟殿がわしらに何の用なんじゃ。兄貴の仇を取りたいのだ。協力してくれ。仇だとよ。殺されたかどうかもわかんねえのによ。兄貴は黙って消える人ではない。子分だった君たちにはわかるだろう。ま、こっちも退屈してたところだ。ちっくら付き合ってやっか。向こうから走ってくるやつがおるな。犯人が来てくれたんかの。いたぞ、下道高校の奴らが。この野郎、兄貴の敵だ。敵だ。待て、そんな覚えは。いいじゃねえかよ、五輪高校のやっちゃん。受けて立つ。てめえらなのかよ。君たち誰？総番長なんて知らないよ。とぼけんじゃねえ。力ずくでも吐いてもらうぜ。覚悟。僕には勝てないよ。ラウンドワン、ファイト。はっ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 
襲ってすまない。我々は総番長を失って気が立っていたのだ。こんな奴らに謝んじゃねえよ。失った、殺されたのか。そんなことは聞いてないぞ。アキラよ、お主のおかげでわしらのメンツは丸つぶれじゃい。総番長の弟ともっと遠慮してたらいい気になりやがってよ。大体てめえは本当に弟なのか。信じてもらえないのなら残念だが、力で分からせるしかないな。ほう、なかなかの闘気だ。これで完璧な戦いをすれば拾いものだな。逃げんなよ。ファイナルラウンド、ファイト。くれや。負けた。さあ、奴隷にでも何でもしろ。久しぶりに思い出させてもらったぜ。ああ、そっくりだった。まるで総番長が戦っておったようじゃ。信じてやるぜ、アキラ。確かにてめえは総番長の弟だよ。本当か？ガン、エッジ、すまない。礼はいいってことよ。俺たちはもうダチじゃんかよ。下道高校を潰す。なんだお主ら。むやみに相手にせんのじゃったか。潰す。ガン、こいつらは危険だ。へへ、危ねえ匂いがプンプンしやがるぜ。Fight!
やりすぎて死んだだろう。貴様たちが兄貴をやったのか。危険人物。帰って報告を。なんじゃこいつら、わけのわからんことを言いよるわい。こいつらなんか様子が変だぜ。いっちゃ後をつけてみっか。あんたたちちょっと待ちなさい。一体誰をつけてるの。またお主たちか。もう一度痛い目を見たいようじゃの。ああ、こいつらを相手にしてるとあのアメリカ人を見失っちまうぜ。やめろ、手を出すな。あいつらは誰かに洗脳されているだけだ。兄貴の仇が見えなくなる。貴様ら邪魔をするな。失うとは。確か洗脳されてると言ったな。やっと落ち着いたか。そう、全ての原因はジャスティス学園だ。お主たちの仇も総番長を襲ったのもそいつらということじゃな。だから私たちが力を合わせないと。いがみ合ってる場合じゃないんだよ。巨大な敵ってわけか。面白い。久々にビンビン来やがるぜ。君たちが来るのを待っていたよ。貴様らがジャスティス学園の奴らか。
参ったの。年配の人は大事にしろと親父に言われてるんじゃがな。お前変なとこで道徳くせえな。ね、年配ですって。もう絶対にあなたたちは通さないわよ。してあげる。ラウンドワン、ファイト。見せてていいのかしら。おや、アキラ、エッジの姿が見当たらんぞ。また逃げてしまったかの。まさか兄貴だけじゃなくエッジまで。ガン、エッジを探すんだ。うちの教師を倒すとはやはりわしが見込んだだけのことはある。負けたことを言うな。兄貴を襲ったのは貴様だろう。兄貴、君たちの輸送番長のことかな。彼はなかなか強情で困っておるんだよ。だが君たちの仲間は協力的だったがね。ありゃ、エッジが敵になってしまったか。あいつはすぐに強い方につくからの。兄貴もエッジも生きてるのだ。倒して取り返すのみ。逃げんなよ。ラウンドワン、ファイト。こっちだ。Ha!
Final round! Fight! されるわけないじゃん。てめえらの実力を試してやっただけさ。その割には弱っとるの。相変わらず嘘が下手くそな野郎じゃな。なんだと？おめえみたいな薄らバカに言われたかね。こんなところで仲間割れか。喧嘩の腕に頭がついていかないようだな。わしの頭をバカにする奴はどいつじゃ。もう一度聞こう。我々の日本制圧計画に参加する気はないの。君たち社会のクズに人の役に立つ機会を与えてやるというのがいい話だろう。貴様、兄貴もそのために。アキラ、大丈夫じゃい。こんな奴はわしがひねり潰してやるばい。ああ、さすがに今度ばかり俺たちが潰されるかもしれねえぜ。ほう、さすがに戦い慣れをしているようだな。では望み通りに潰してやるとするか。我が剣味わうがいい。ラウンド1ファイト。弱い。見るがいい。ジャンプ。ゆっくりこれほどまでに弱いとは。ラウンド2ファイト。弱い。行くぞ。見るがいい。ジャンプ。見るがいい。ジャンプ。見るがいい。ジャンプ。KO。Victory。Final round。Fight。
アキラ、女のお前にこんな危ないことをさせてしまうなんて。は？生きていたのね。女のお前？今まで嘘ついててごめんなさい。実は私は総番長の弟じゃなくて妹だったの。なんだと？よくもわしらを騙したの。あ、何するの？お主が女だろうが男だろうがわしらには関係ないんじゃ。とにかく俺たちは生死をくぐり抜けた仲だろ。今さら他人なんて虫が良すぎるぜ。よろしく頼むぜ、相棒。